鹿児島最終日はですね、こちらでアスレチック体験をねしてまいりたいと思います。フォレストアドベンチャー大隅さんやね。はい、行ってきまーす。これポケット、これ取れるかもしれない。じゃあ行きましょう。はい、なんか雲ある。うん、雲は音ってこないからやろ。結構怖いな。カメラ落とさんかだけ心配やな。よし、行こう。さあ、このね、よし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 、2、3、4、5。そう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 、やらなくていい。うん、そうそうそう、それでいい、それでいい。びっくりした。そう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 、うん、そう、座りながら降り。全然簡単やろ。すでに結構しんどいな。これキャノピーコース？それ。あ、これか。それ嫌いやわ。それ嫌い。大丈夫大丈夫。そのまま行って。うん。なかなか大変やなこれ。おい。あー、しんどい。めちゃくちゃしんどいねんけど。よし、危ないで。うう、はあ、ちょっとないからむずいな。勢いで行くしかないなこれ。よし、うわ、もう狭いし。これパパ、これ大丈夫これ。はまるみたい。狭い。これ長いな。行くで。せーの。はい、タクちゃんどうでしたか？こうやってさ、降りるとこのさ、うん、ところがさ、なんかどっか気持ちかった。うん、楽しかった。まだ来たいですか？うん。はい、ありがとうございます。はるくんどうでしたか？めっちゃおもろかった。どこが良かったですか？いや、滑るところ。あ、ジップラインが。あ、うん、どこのジップライン？あ、そう。また来たいですか？また行きたい。はい、ありがとうございます。どうでしたか？楽しかったけど、ちょっと怖かった。わかった。わかった。ジップラインは楽しい。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。ということでですね、アスレチック体験終了してきました。はい、家族みんなね楽しかったということで、
まあ、またね来る機会がありましたらこちらの方にね来させていただきたいと思います。フォレストアドベンチャー後にしまして志布志に戻ってきまして、今日の昼食ですね、うなぎをいただきたいと思います。あ、せっかくなんでこのひつまぶしを食べてみようかな。うわ、うなぎカレーとかあるやん。うなぎラーメンもあるで。いただきます。めたくちゃんのはお子様セット、はい、うなぎがね乗ってますね。美味しそう。うまい。ひつまぶしです。はい、はるくんもひつまぶし。たくちゃんも食べてます。え、ひつまぶし。ああ、もう食べますね。よし、じゃあ開けましょう。はい。じゃん。おお。すごいこんがりしてる。そう、これがお出汁。これ茶碗蒸しやね。このようにね食べ方書いてます。まず一膳目はそのままうなぎの味をということで、はい、そのまま入れてください。2回目はね薬味を加えて、で3回目がお茶漬けにすると、はい、いうことです。はい、めっちゃうまい。さあ、それではいただきましょう。はい、いただきます。うん。身がホクホクやね。美味しすぎるね。めっちゃうまいね、これ。ユーズコショウした方が美味しいかも。はい、2杯目でございます。2杯目は薬味を乗せていただきます。知ってるかな。おいしい。うん、またちょっと雰囲気が違っておいしい。うん、3杯目はこのお出汁をかけていただきますよ。はい、よし、じゃあこれで。うん、めっちゃだしもうまい。うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。見てください、すべて完食でございます。美味しかったな。2日ぶりにやってまいりました。こちら土曜日ってどこだった？前崎さん、土曜日やったかな、着いた日に来たね。ここでね味噌作りしたんですが、前回ね味噌の素を寝かせるまでやったんですけど、今日はそのね続きの工程になるそうですね。さあ2日ぶりにやってまいりました。こんにちは。あ、こんにちは。はい、どうも。はい、さよなりま す, 帽子をかぶって。はーい。ちょっといいんですけど、それ違うやろ、なんかちょっと。これが塩。塩です。塩を混ぜます。ただこうやって混ぜるだけでいい。あ、大豆。これをまた混ぜてください。大豆ですね。うん、混ぜ、うん、はい、そこに入れてください。で、お母さんこっちから見たら、うん、で、ここほら、ここでね、これがお味噌になって出てきますからね。これに入れたらね。わー、面白い。わー、すごい。何これ。お味噌よ。これは味噌。そばみたい。そばみたいや。すごい。これで2週間ぐらいしたら食べられます。
すごい。めっちゃ出てくる。なんかケーキのあれ、モンブランみたい。モンブランすごい。おお。になって2週間したら食べられます。あと2週間後に食べれるそうですよ、あれ。終了。どうでしたか？これからお味噌汁が美味しいわ。本当だ。はい、これで。あ、これでもお味噌汁通り。ありがとうございます。それいります。今からもまたどっちに来れるの？今日でも終わりなので、うん、今日で、はい、帰ります。受け入りの方が、はい、そうですね。早いね、はい、ありがとうございます。あ、お土産だって、ほら、お土産だって。お餅だからね、お餅というのも、明日も作るでしょう。明日食べてくださいね。はい、もう2日今暑いから2日火がついてくださいね。今日お出来合いにて醤油つけて食べてください。はい、どうもね、ありがとうございます。またね、バイバイ。またお父さんみたいな年になってから来て。すべての予定を終えましてですね、渋芝に戻ってきました。はい、今夜こちらのね、サンフラワーに乗って大阪に戻ろうと思います。じゃあちょっと時間早いんですけどね、もう乗り込みの受付ができるのかちょっと行ってみたいと思います。これを2枚出し物をつけてくださいね。あ、なんかあれやな、レイアウトが逆になってんな。逆になってる。今度は。あ、これ持って。うん。